カーブラだ。ティアコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。フン、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。フン、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい、貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この分かったよ。パッパラパよし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやる。行くぞ。よっ！
あいつ思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ゴハンが激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴテン君、なんでこんなところに。うん、タンクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。なえ、ちょっと、あんたたち、まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、魔人ブーってやつ見たい。ゴー、ヤッホー。嘘。その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる？違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。
んだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかった？見つかったじゅんはどういうことだ？使わせてもらうぞ貴様を。やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。しまった。いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。逃げろ！ベジータ！さあ、俺と勝負しろカカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビディの思うつぼ、エネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ジータ、君をオラに本気を出させるためにわざとバビディの術にかかる自制心をなくしてあんなことをした。違うか？なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で
貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに、邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アミディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん、わかりました。お好きになさい。すまねえカヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあ、やれやるんだ。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。海王神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前に蘇っては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。おようこそ。
ベジータ。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くぉ！こりゃ早く終わりそうにはねえな。
けやがって。バビディの手下にされた二人は前より強くなっていたらしい。その通りだった。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろうものが家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。どう、ダーブラ、あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？もう一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だからそのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が。雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、